お、タイトル変わってる。あ、医療系キャラクター東方とカダと蝶々系、いやなんだろう、癒し系のメンツなのに怪我する気がする。いやもうリスちゃんの動きが見てらんないのよ、刺さりそうで。で、蝶々系ちゃんのそのグローブみたいなやつはどういう時に使うの？怪我させる時用ですよね。まあ、こういう医療器具があるのか分かりませんが、もう先端恐怖症の人はだいぶ怖いでしょうね、このホーム画面。はい、突然いきますか。はい、どうも、世界一ストイックな怠け者テケテケです。はい、とつで今回は、はい、この特典のとこにメンテ開きからチンポ剣入ってきましたが、はい、ちょっとテケテケ天使予想は外れて、どこぞのお姉さんでした。硬質ショップとかにいるお姉さんですね。まあ結局変わらないんで、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですが、どうせなら、最新の雑貨屋とか、猫の遊ぶ班みたいなイベント要素であってほしかった。こういうただ、なんとなく置かれてるだけの課金イベントじゃなくて、まあ今回の課金イベントはランダム要素がないので、まあ確かにゲーム性持たせるのは難しかったかもしれませんが、まあ、なんだかんだ最新の雑貨屋とか、猫の遊ぶ班とかのアクション結構好きだったりするんで、価格は別として、はい、そういうアトラクション欲しかったなと思いますが、まあまあ実際のプレイの上ではイベントがあろうとなかろうと突きつけられるのはマネーということで、今回はこのチンポ券が本当にお得な課金イベントなのかどうかっていうところについて徹底調査してきましたので、はい、その情報をシェアしていきたいと思います。はい、でこれそれぞれ120円、1220円、6100円、1万2000円とあって、はい、原宝だったり、まあ、タンがもらえたりするんですが、どの課金アイテムもその空白の部分があって、これクリックすると、はい、まずお得、一番下の安いやつはこういうラインナップになっており、まあ、ガチャ券関係が下にずらっと並んでいたり、まあ、炭造石があったりと。で、聖戦セレクトパックに関しては、はい、MR 結晶だったり、UR 結晶、UR 戦結晶なんかが新たに追加されており、まあ、これこういう風に選ぶと、はい、こんな感じでセットされるようになると。で、高級セレクトパックの方は、はい、同じく結晶関係だったり、まあ、花の水引きなんかがあって、まあ、数が増えてますね。はい、で、最後、豪華セレクトパックに関しては、2つ穴が開いており、2個分ここに格納することが可能になってます。はい、ちょっと試しに買ってみますか。はい、ちょっと私、廃課金編の方では、諸事情で宝石券が欲しいので、宝石券2箇所入れて、はい、確定をしていって、はい、ちょっと今回これで購入していきたいと思いますが、豪華と高級の方は期間中に6回まで購入可能で、で、聖戦とお得セレクトは、この期間7日間に毎日1個ずつまで購入することができると。なんで、下の2個は7個まで買えて、上の2個は6個まで買えるという形になっているみたいですね。はい、ちょっと買ってきますか。はい、どつで買ってきました。ここで受け取りをしていくと、あ、もうこんな感じで直接ここから受け取れると。はい、聖戦パック、戦力育成探偵いいですね。はい、で4つとも買い終わって、まあ、下の毎日1個しか買えないやつは今日はもう買えなくて、明日また1個買えるような形で、残りの方は期間中にあと5回買えると。あ、で1回買うとリセットされて、また次どれ選びますかってなるんですね。なるほど。いや、これ宝石券乱獲できるの廃課金者の人めちゃくちゃ嬉しいですね。トップレベルにレベル上げるの大変なアイテムですからね、宝石っていうのは。はい、まあ、ただ基本今回の目玉っていうのは、まあ、MR 結晶だったり混沌素材、ここら辺の結晶関係だったり炭素石あたりなんかに注目が集まってると思うので、はい、今回この豪華パックからお得セレクトまでの全てのアイテムがお得に買える場所はどれかっていうのをまとめてきました。はい、今回結果としてはこちら。まず説明を進めていく前に、まあ、今回私が個人で勝手に調査して独自の基準で評価しているものになりますので、プレイヤーによってもそれぞれのアイテムの価値基準は違うし、計算ミスがあったり解釈違いがあったりする可能性がありますので、この表に関しては絶対的な評価ではないというところをご了承いただければと思います。あくまで私が思う基準の上で勝手に評価しているだけですので、その点ご留意ください。はい、その上で、まあ、今回の120円のお得パックから12000円の豪華パックまで、はい、その中に入ってる、まあ、強化石だとか結晶関係、まあ、混沌素材、まあ、水引きなんかも含めてそのお得具合を記号で表しているんですが、はい、下に各記号の評価基準明言しておきました。一番ランクが高いのが星マーク、まあ、分かりやすく他の課金イベントと比較すると月ギフ並みのお得さが星マークですね。めちゃくちゃお得です。で、二重丸が、まあ、月ギフまではいかないものの課金四天王と呼ばれている月ギフ、ハッピーギフト、幸運ギフト、軍令のうちの、まあ、4位の軍令と同じぐらいの課金効率、まあ、これもめちゃくちゃ課金効率いいですね、が二重丸で評価されてます。で、丸が2倍チャージと同じぐらいで、四角は、まあ、よくある価格、まあ、一朝一夕で 60% とか、まあ、そのぐらいが出たぐらいで、三角は普通の5000元宝チャージで、バツはとりあえずやめとけと、はい、いうものですね。はい、それぞれ記号で記してきました。はい、で、あとそもそもラインナップとして並んでいない場合にはハイフンマークで書かれている形になります。はい、で、座ってみていくと、まずお得の宝箱ですが、1回ガチャ回すのに300元宝する恋文だとかラキスタなんかの剣が2枚も入ってるってところですね。はい、わずか120円の課金で600元宝分のアイテムがもらえてしまうと。まあ、あと宝石券に関してはお得から豪華まで全て星マークになっており、まあ、このちょっと宝石券に関してはそもそも元宝で購入しようと思ったら確率ドロップじゃなくて確実に入手できる場所っていうのがほとんどなく、その中で一番安いのが限定特典の中の武器強化ギフト。ここで確実に入手する方法が宝石券を確率ドロップではなくて狙ってゲットするって意味では一番安くゲットできる場所で、思い切って強化結晶の価値をゼロとした上で価値計算すると、まあ、大体1万元宝ぐらいで200個ゲットできるので、1枚あたり50元宝の価値があると。はい、ようなこともあって、まあ、後でそれぞれの相手
テムが他の課金イベントと比べてどのぐらいお得なのかってところを比較してきますが、今回宝石券どの課金ラインナップにおいても月ギフ並みにお得な結果になりますよと。で MR 結晶、まあ、今回の目玉の一つですが、購入するのであれば豪華ではなくて高級ではなくて、はい、精鋭1220円のところで買うのが一番課金効率がいいということも今回分かりました。これも後で比較していきましょう。で意外と UR 結晶がどこで購入してもお得だと。まあ、普段 UR 結晶雑貨ショップのこの秘蔵の宝箱の中でしかゲットできないので割高なんですよね常に。はい、なんで実は UR 結晶なんかが絶好の買いどころだったりしますねこれ。まあ、ただ100個はいらない。で、一番安い聖戦パックでも25個なんで、まあ、お得セレクトパックぐらいのところに置いてほしかったですね。まあ、長い目で見たら必要になってくると思うんで、別に言っちゃいいんですが、また、端数5っていうのもね、買いづらいですね、ちょっと。でも、この上行ったら100個ですからね。まあ、これ2個買って50個にするっていうのが、もう5人分の専属武器作るかどうかですが、UR 結晶買う場合にはいいのかなって感じですか。はい、で、UR 戦結晶も割とお得に購入することが今回できるんですが、まあ、ここ買って書いてあるのは、無料でゲットする手段があるアイテムたちですね。まあ、UR 結晶の場合は、闘技場のショップだったり皇室のショップなんかで無料でゲットできるし、まあ、強化石や宝石券なんかも毎日無料ガチャなんかからタダでゲットできて、で炭造石なんかも週に1回だけですが4回分無料引いた場合の確定報酬で2個ずつゆっくり集めることができるので、まあお得だとしても無料でそもそも集められますよっていうアイテムも含まれてますので、はい、そこも判断基準として、はい、もう無料でゲットできるやつは絶対に無料でゆっくり集めてやるっていう人は、はい、ここかになっているアイテムは消去法で速攻で消えますね。美課金プレイヤーにとってはいくら宝石券お得だからといって、まあ、購入するかって言ったら購入しないっていう感じで、廃課金プレイヤーみたいな全然流通量が少ないアイテムである宝石券が安く売られてるのはもう絶好の買い時と、はい、ような感じで課金帯によってここの無料入手できるかどうかとその上で安いかどうかっていう部分の評価の仕方が違ってくるので、今回の動画賛否両論分かれると思いますが、まあいろんな課金立場の人がいるのであくまで客観的なデータだけ載せておきたいと思います。さあということで足早にそれぞれのアイテムがなんでこういう評価になったのか見ていきますが、はい、それを見ていく前にまずはこれもテケテケ基準で申し訳ありませんが、今回の珍宝券に並ぶ各アイテムが単価として1個あたりどのぐらいの現宝価値なのかっていうのを算出したのがこちらの表になります。まあ、ちょっとどういう風に計算したかっていうのは説明割愛しますが、アイテム1個あたりの単価現宝数計算するために、例えば MR 結晶の場合には現宝で MR 結晶をゲットしようと思うと星の羅針盤っていうイベントでだいたい4万5000現宝ぐらい使ってやっと20個ゲットできるってことで、まあ、これ割るこれをしてこれっていう感じですね。 MR 結晶1個あたり2250現宝の価値があるっていうのが今の入手できる市場流通経路から確保する場合には必要になってきますよと、はい、ような感じで、まあ、それぞれのアイテム全部単価計算しているんですが、はい、まずは強化石ですね、はい、強化石がお得かどうか、今回のそれぞれの課金規模のアイテムたち4種類っていうのをそれぞれそこからもらえる強化石を含めた、はい、それぞれのもらえる強化石の数から算出されるアイテム価値ですね、まあ、強化石1個あたり1元宝の価値っていう計算を私はしているので300個で300元宝の価値と、でプラス120円課金の方だったら30元宝もらえるんで合わせて330元宝の価値が、まあ、この買い物にはありますよっていうような計算をしていくと、まあ、この330元宝をわずか120円でゲットすることができるということで、1元宝購入するのにわずか 0.36 円で済みますよと。お得セレクトが、まあ、今回の4つの課金帯の中では一番安く強化石を集めることができるようになってます。ちなみにこのアイテム価値に関しては強化石のみ計算に入れており、お得セレクトから高級セレクトでもらえる高級育成炭だったり天女育成炭なんかは計算から省いていますので、まあ、特に高級育成炭なんかは毎日無料で集めることができるアイテムなので、ゆっくり集めれば無料で集められるって意味で、まあ、価値計算として入れておらず、まあ、天女育成炭に関してはこれ100個で4500元宝の価値があるので50個で2250元宝の価値があるんですが、まあ、あくまで今回はこの表でいうと強化石だけをアイテム価値があるものとして課金効率を計算しました。はい、座ってみていくと代表的な安く課金できるイベント、月ギフやハッピーギフト、幸運ギフト、軍令、まあ、あと2倍チャージなんかがありますが、まあ、月ギフなんかは980円課金すれば30日で4800元宝をもらうことができて、はい、980円で4800元宝なんで1元宝入手するのにわずか 0.2 円で済むと、はい、まあ、お得セレクトよりもさらにお得ですねと。で軍令と大体今回のお得セレクトが同じぐらいになるということで、まあ、強化石のお得だけ評価としては20丸になって軍令並みってなってるのが、まあ、今の計算結果からここに書いてあるっていう感じですね。はい、そんな感じで全てのアイテムについてお得から豪華まで計算してます。まあ、なんで強化石はまあ普段無料でゲットできるのでわざわざお金かける必要ないと思いますが、一応購入するのであればお得セレクトがいいかなと。次炭造石ですね。まあ、ここはちょっと注目してる人もいるかもしれませんが、まあ、今回炭造石そんなに良い結果ではありませんでした。はい、炭造石は1個あたり
120円の現報価値という計算で今回計算しており、まあ、単増席引き方によって単価変わってきちゃうんで評価難しいとこですが、まあ、単増席無料枠分だけで確定報酬で集められますが、現報かけようと思ったら火曜日メンテから金曜日までの3日間無料で引いた後300現報だけ払って2個の単増席をゲットするっていうゲットの仕方があって、まあ、その引き方だとノラで確率ドロップする単増席の評価も含めて単増席1個ゲットするのに、まあ、120現報ぐらいでゲットできますよっていうのが一番安く単増席を集める現報を使った方法になるんですが、まあ、安く集めようと思えば1個あたり120現報で集められますよということで、じゃあ120円払ってお得セレクト買って単増席1個ゲットするっていうのは果たしてお得なのかっていうと、30現報と単増席1個で120現報の価値のものがゲットできて合計150現報の価値っていうのを120円で買ってしまっているので、評価は 0.8 と、まあ、この四天王には大負けしており、まあ、2倍チャージと同じぐらいといったとこでしょうか。唯一お得セレクトだけ食らいつくことができて、精鋭以下豪華までは 1.2 ぐらいっていうことでだいぶ落として、一朝一夕も2倍チャージもないただの5000元宝と同じぐらいの課金効率ということで、まあ、単増石ここでゲットするのはおすすめしませんね。まあ、ただ急いで単増石集めてる人っていうのは単増石の価値、例えば40連とかで段階報酬全部ゲットしに行くような集め方だとだいたい200元宝ぐらいの単価になってくるので、まあ、試しに単増石の単価120じゃなくて、はい、200にすると課金効率としてはお得セレクトが2倍チャージを超えてくる形になりますね。その他のアイテムもだいたい一朝一夕の 80% と同じぐらい、まあ、75% とかそのぐらいになりますね。なんで急いで集めてる人にとってはまあまあ単増石もお得から豪華までありになってきますね。ゆっくり集めるタイプの人はお得しか選択肢はないっていうような感じでしょうか。はい、そして宝石券、宝石券は先ほど言った理由で単価が高騰している影響で、はい、お得から豪華までなんと1元宝を買うのにわずか 0.05 円と破格の値段設定になっており、これはタヌキ割引の9割引きが出た時よりもお得で、さらにまあ月ギフなんかでゲットした元宝を宝石券購入するのに当てるより全然お得と、はい、いう感じで、もう宝石券は乱獲場所になってますね。廃課金者の、まあ、美課金の人は無料でも入手できるので安いからといって手を出す必要はないと思います。はい、で絆の水引き、はい、こちらも注目集まってると思いますが、まあ、今回絆の水引きはお得セレクトでしか購入することができず、単価120円で1個ゲットでき、まあ、このチビチビ買うのであれば、はい、絆の水引きは限定特典から毎日150元宝で1個集めていくことができるので、まあ、1個あたり150元宝の価値というふうに換算すると、はい、課金効率としては 0.67 なんで四天王には負けており、2倍チャージにやや勝っているっていうところで、まあ、悪くはないですね。これもなかなかいいですね。はい、で花の水引き、はい、こちらに関しては限定特典なんかで安くゲットできないので、まあ、最近は割引券なんかも集まってきてるってことで、それ前提で3割引きで1回分ガチャ240元宝で回せるっていう風に考えると、まあ、1個あたり240元宝の価値、今回は豪華セレクト以外の全ての課金イベントにラインナップとして並んでおり、それぞれ1個5個20個とゲットできるんですが、やはりお得なのはお得セレクトから購入すること、課金効率 0.44 ってことで、まあ、軍令に近いぐらい、軍令並みと言っていいとこでしょうか。タヌキ割引なんかで購入するよりも全然安いですね。で精鋭セレクトぐらいまでであれば 0.81 ってことで、まあ、一朝一夕の 75% 大吉が出た時ぐらいの課金効率になってるので、まあ、ここら辺ぐらいまでならまあまあありかなと。高級セレクトまで行っちゃうと、あの課金効率が悪いと言われている花の水引き大束と割と近くなってきてしまうのでおすすめできませんね。お得性まで。はい、でお次招待券、はい、招待券に関しては豪華以外の3つの課金ラインナップから購入できますが、はい、課金効率としてはやはりお得が一番安く 0.36、はい、これはタヌキでいうとこの8割引きと同じぐらいで、軍令と同じぐらいと、はい、いうとこで、まあ、軍令並み。招待券に関しては高級セレクトや精鋭セレクトなんかに関しても2倍チャージに勝るぐらいの課金効率になっており、はい、招待券もなかなかお得ですね。まあ、ただ招待券に関しては普段の招待券パック大っていう課金イベント、まあ、1万1000円で50個招待券もらえますが、あのイベントの課金効率が普段から割とよく 0.63 となっているので、まあ別にここで購入しなくてもあそこから購入すればいいので、わざわざここで購入する必要もないかなと。まあ、ただ精鋭セレクトの方はプラスで高級育成炭ももらえるんで、高級育成炭普段あんまりゲットできないようなプレイ環境の方は精鋭セレクトから購入するのもありですかね。さあ、そして恋文、恋文に関しては今回お得セレクトからしか購入できませんが、はい、課金効率としてはなんと 0.19 ってことで、タヌキの9割引きと同じぐらい、月ギフ課金で集めた元宝でもって出会いガチャ回すよりお得になってます。まあ同じぐらいですね。はい、ということで恋文はめちゃくちゃお得。はい、でラキスタ券もお得セレクトからのみしか購入できませんが、こちらに関しても、はい、月ギフ並みと。で UR 結晶ですね。あ、 UR 結晶はお得セレクト以外の3つの課金アイテムから購入することができ、はい、こちらも課金効率めちゃくちゃ良くて、だいたい月ギフ並みなんですよね。はい、まあ、ただ個数が25個100個200個と、はい、おかしなことになってるんで、現実的に言うと精鋭セレクトなんじゃないかなってとこですかね、課金効率的にも。はい、そして UR 戦結晶、こちらもお得セレクト以外の3ラインダップで購入することができ、5個20個40個とゲットできますが、はい、課金効率見てみると、まあ、精鋭セレクトの方が軍令に近く、まあ、その他も2倍チャージよりは課金効率としては良くなってますね。まあ、ただ基本的に月ギフだったりハッピーギフト幸運ギフト軍令から課金していって、まあ、その元宝を利用して雑貨ショップで購入した方が安くなりますよと。まあ、ただ大前提としてUR 戦結晶は闘技場や皇室から無料でゲットできるので、安くてもあんまり購入する必要はないかなと、はい、いう判断ですね。で MR 結晶、
MR 決勝に関しては今回お得パック以外の精鋭高級豪華セレクトから購入することができて、それぞれ2個8個16個ということで、まあ MR 決勝武器を精鋭化するのに30個、それ以外の部位を精鋭化するのに20個必要ということで、まあ10の倍数で欲しいんですが、まあいやらしいことにね、豪華セレクトなんかでもらえるのが16個と端数が出ちゃってるんで、だいぶ購入しづらいんですが、例えば豪華セレクト1個買って精鋭セレクト2個買えば合計20個になるので、はい、豪華1個と精鋭2個っていう買い方も今回シミュレーションで入れておきました。でそのまま右見ていくと、はい、一番安いのはやはり精鋭セレクト、聖戦セレクトか今更気づいた、ここ聖戦ですね。まあ聖戦セレクトが一番お得に買えて、まあ豪華セレクトでも MR 決勝集めるのには課金効率そこまで悪いってわけではありませんが、 MR 決勝に関しては今普段からここの MR 決勝パックっていうところで集めることが可能になっており、まあ MR 決勝自体原稿で入手しようと思ったら星の羅針盤でしか入手できず、そのせいで単価が高騰しているのもあって、普段から並んでる1万2000円の MR 決勝の課金でも実はだいぶ課金効率としては良いっていうような結果になってしまっているんですね。現状ではハッピーギフト並みの課金効率になっており、まあ今回の3ラインナップでいうと聖戦セレクトしか太刀打ちすることができないと。はい、まあとは言っても実際には高級セレクト買えばここに戦女育成炭なんかもゲットできますから、まあ戦女育成炭が欲しい人にとっては高級セレクトから購入した方がお得だしっていう感じではありますが、まあ豪華セレクトから MR 決勝を選ぶ必要はないのかなと。一番いいのがチビチビ聖戦セレクト、まあ毎日1個しか買えませんが7日間で14個集められるんで、まあこのイベントがどのぐらいの周期で来てくれるか分かりませんが、まあまずは今回5回だけ買っておいて10個だけゲットしておいて、また次回来たらもう5個買って20個にするみたいな買い方が安いのかなと思いますね。さあ最後混沌素材ですが、はい、混沌素材に関しては豪華セレクトパックからしか購入することができず、まあ今混沌素材遊園地スタンプなんかで、まあ、大体単価テケテケ計算で、まあ、大体5600元宝の単価で計算して、まあ、豪華セレクトからは2個混沌素材選べるんで2つ合わせて1万1200元宝の価値、まあ、プラス3000元宝が豪華セレクトではもらえるので1万4200元宝っていうのを1万2000円払うことでゲットできるということで、金効率としては 0.85 となり、まあ、四天王には大きく負けて2倍チャージにも負けて、大体1兆1石の 65% か 60% ぐらいが出たのと同じぐらいの課金効率というような結果となりました。まあ普通に課金して元宝を入手した上で遊園地スタンプを回した方が安くゲットできる可能性が高いってとこですね。まあただあくまで出会いガチャの方は確率ドロップになりますので、確率悪く触れてしまった場合には豪華セレクトが勝るっていうような形になりますので、その点はご注意ください。まあ手っ取り早く集められるって意味では楽でいいですよね、これ。重廃課金者にとっては。まあ逆にランゼロ企画みたいな美課金サバの方は、まあ月ギフなんかで元宝をゆっくり貯めていきながら、その元宝を使って遊園地スタンプ回していけば課金効率めちゃくちゃ勝ってるんで、まあ、美課金の人ほど時間はかかりますがお得に回してるっていうような計算結果になりますね。はい、まあちなみに混沌素材豪華で購入するのであれば、お得のとこで恋文購入していって、まあこれを利用して普段の出会いガチャ回した方が課金効率はいいので、まあ急ぎ目で集めてる人以外はそこまで豪華の混沌素材手出さなくていいのかなっていうような感じでしょうか。はい、ということでまとめるとこういう結果となりました。はい、参考にしてもらえると嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。